じゃあ、エコサポチャンネルです。また今回は岐阜美濃加茂営業所からの商品紹介になります。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速商品紹介。シューターカタログの、15ページ THD-2S ですね、こちらの商品の紹介になりますが、まず大きさ、横幅が880、奥行き400、高さ880の大きさになりまして、観音扉の開きにはなりますが、このように開けていただくと棚段が2枚ついていて、3段収納が可能になります。段数は3段ですが、段の高さはあの溝に対して爪を入れ替えれば、この棚段の高さ調整はできますので、高いもの、浅いもの、低いものは、まあ、そのような高さに調整して適切に使うことができますね。でですね、まあ至ってシンプルな棚ではありますが、まあ、なかなかこういったものがお客さんないんだよねという声もあり、調べてみると結構なかったりはしますね。で、非常にこの高さ感がこの作業面にもなり、下には物が入るよっていうところで、複数台を並列に並べて、この上も有効的に使いながら作業するとか、上にまた違うものを乗せて収納であったりとかいうことも十分実現できるんですけれども、まあ私的にやはりこれを、この高さ感が非常にこの作業的な高さにマッチしてますので、いいサイズ感の収納棚になると思いますね。こちら扉、鍵付きなので鍵を買って管理するってこともできますので、管理者が鍵を管理し必要な時だけ開けるということで使っていただけます。で、棚段の重量は200キロ、棚段1段に対して200キロ荷重まで耐えられますので、まあまあ重たいちょっとしたジグとか工具等をまあここに収めておくってこともいいんではないかと思いますね。はい、まあ、シンプルな棚です。はい、でシューター50周年、ロゴの横の50周年っていうのが光ってますが、シューターも50年迎えて、この新工場でさらなる技術開発および生産性および目的な工場として今稼働してますので、これは疲れた折には収穫工場も見学行ってみてください。レコサポチャンネル。はい、今回商品紹介、シューター THD-2S カタログページでいう15ページのこちらにありますね。カタログはですね、弊社レコサポート、ホームページのトップページの中段あたりにシューターカタログはこちらというバナーがありますので、こちらの方からカタログは見ていただけますので、そちらでページの方を開いていただくと今回紹介製品が出てますので、こちらでご確認いただければと思います。はい、シューター商品紹介継続してきてます。まあ期間的にはこの商品紹介期間は1ヶ月ぐらいで終わる予定ではありますが、この商品紹介企画の時限定ではありますけれど、 YouTube チャンネルを登録いただけて、
かつ、コメントをいただけた方には商品特別価格で提供させていただいてますんで、この機会にぜひご検討いただければと思ってます。よろしくお願いします。エコサポチャンネルでした。ありがとうございました。今回告知としましてですね、10月のですね18日から21日の間でですね、カトロテックジャパン2023年、いろいろコロナ事情もありながら規模拡出張したりとかしてやってましたが、今回はもう今まで通りの規模感で、フォートメッセ名古屋の中の、新しい展示館での規模拡大した展示会になりますので、私どもそのフォートメッセ名古屋メガトロテックジャパンは2年おきに開催されるんですけど、毎回出ていますが、シューター製品とか、海外からの輸入商材も展示して、今回も出展しますので、詳しい内容はですね、メカトロテックジャパンで検索いただければ、確認していただけます。皆さん、秋にはなりますが、ぜひレコサポートのブースまでお越しいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。週刊製品いっぱいな出展します。